大間違いよ。そいつはよかった。君はテストに合格したんだ。特別に協力してやってもいいぞ。実はハムスターを食べる演出者がいるの。そいつはいつも現場に死骸を残してる。犯人を教えて。なぜそんなに必死になるんだね。理由を詳しく聞かせてくれ。ただし嘘はなしだ。もし嘘をついたらこの場でまたパンツを下ろすぞ。いいわ。私の父は獣医だった。どの部隊に所属してたんだ。軍隊じゃないわ、開業医よ。獣医だったの。話を続けとまえ。あれは10歳の頃だったわ。私はよく病院で小動物たちと遊んでた。ハムスターを好きになったのもちょうどその頃だったわ。とても可愛くて愛らしかった。でもハムスターは鉄の車輪の中をぐるぐると回り続けるだけで哀れに見えた。だから私が大きくなったらいつかこの子たちにいい環境を作ってあげようと、そう誓ったの。だから君はここへ来た。犯人が許せないんだろう。犯人はハムスターの死骸の半分を現場に残していくの。私に見つけてみろと言わんばかりにね。それが何よりも君を動揺させている。違うかね。私はハムスターがこの世で一番好きなのよ。だからお願い、力になってちょうだい。断る。どうして、なぜなの。私がここにいる理由がわかるかね。昔ゲイの獣医にネズミを尻の穴に入れてくれと頼まれたんだ。そこで私は豆を付け合わせにしてそのネズミを食ってやったのさ。安いボトル酒を飲みながらね。話はこれで終わりだ。最後に素晴らしいものを君に見せてやろう。